1920シーズンの V1 リーグ女子プレミアカンファレンスです。久光製薬スプリングス岡山シーガルズのゲームをお届けしていきます。まずホーム久光の直近ということなんですが、佐田さん、直近3連敗ということで。そうですね、こんな久光見たことないですからね。はい、3連敗は1617シーズン以来、3シーズンぶりということになりますが、ここは新鍋が拾って石井、ただこれも金田が拾います。そして佐々木が押し込んでいく。久光コートの中央にボールが落ちます。宇賀神が出て佐々木を使う。がブロックシャットアウト、小島が止めます。手が拾います。上げて新鍋、コート奥に仕込んでいきまして、さあ16対12と点差が広がりました。ここも拾います。岡山シーガルズ、これが岡山シーガルズの真骨頂。そして最後は佐々木、栄が上げる、中川コートに帰ってくる。ザヤスがナイスレシーブ。そして野本が吠えます。そして最後は野本が決めました。久光製薬終盤振り切りまして、第1セット25対20でまず最初のセットを取りました。セットカウント1対0です。これは残っていて2で返した。ここは金田が技あり。このプレーご覧いただきましょう。前に落としてくる、上げて西村、ブロックワンタッチ取る。そして渡辺曽根、岡山の方もしっかりサイドアウトを取ります。酒井が上げる、中川を使った、中川プッシュ、これは残せない。岡山の方に大きなミス。サーブで攻める、残して帰ってきます。石井が拾う、栄が上げる、中川を使う。第2セット最後は中川で決めました。久光製薬が奥に決めました。さあ7対6岡山逆転成功です。ここもブロック2本連続、岡山シーガルズブロックで止めます。最後は金田がきっちりと決めました。1、2セット久光製薬が取りました。しかしこの第3セットは岡山シーガルズ取りました。第3セットは25対18です。さあ久光も非常に粘り強いバレーを今日は展開。ただ最後はブロック、残ってる、失礼しました、残っています。岡山の方から押したんじゃないかというふうな声が飛んでいますが、さあゲームは続行です。新鍋、渡辺、後ろから渡辺さない、井上拾ってつないだボールですが、おー、いった、宮下遥、よく見てましたね。岡山はここでしっかり取れるか。最後は第1、第2と久光製薬が取りました。しかし岡山シーガルズが第3、第4と取り返しまして、このゲームフルセットマッチということになります。この後いよいよ最終セット。
林がつないで、まずはワンタッチ。さあ第5セット、久光製薬連敗ストップでマッチポイントです。吉岡ブロックかかる、小江、小島、新鍋つないで渡辺さなえ。さあこれで14対11。最後のこの苦しみ乗り越えられるか久光製薬。新鍋、最後は新鍋で決めました。久光製薬スプリングス連敗脱出。先週まで負けが続いていて、こう選手もそうだしスタッフも一緒になってこう準備をしてきたので、何が何でも勝ちに行くって気持ちはみんなあったと思うので、その気持ちが勝ちにつながったと思います。